多くの皆さんにお待ちいただいている飛び出せ動物の森の続報をお知らせします。今回の動物の森ではプレイヤーが村長となって自分の村を作り上げていきます。引っ越し先の村を訪れたあなたは突然村長に任命され村を切り盛りすることになります。村長としてさまざまな公共事業を行ったり村に住む動物たちと交流したりしてみんなが住みやすい村を作っていきますが、どんな村を作り上げるかはプレイヤー次第です。村の住民としてはこれまでに登場したウサギやカエルなどに加え、本作には新たな動物が登場し、より個性豊かになったキャラクターたちとの生活がお楽しみいただけます。また村を横断する線路を渡った先には商店街が広がります。おなじみのお店から今作で初めて登場するお店まで様々で、村での暮らしがさらに便利、充実したものになります。自分が作った村は友達とお互いの村を行き来して見せ合うことはもちろん、住宅展示場ではすれ違い通信ですれ違ったプレイヤーの家がどんどん並んでいき、文字通り展示場のように他のプレイヤーが作り上げた家を見学することができます。さらにプレイヤーが着ることができる洋服やお部屋を飾る家具の種類も大幅に増えました。それに加え本作では自分のお家の外観もカスタマイズすることもできますので、部屋の中だけでなく家全体を自分好みに作り上げることが可能になりました。たくさんのアイテムでぜひ自分の個性を発揮してください。飛び出せ動物の森は今年秋発売予定です。